新型コロナウイルス接触確認アプリご存知ですか？スマホが自動で人との接触を記録。もしその中の感染した人が情報提供を行うと、過去に感染者との接触の可能性があったことと今後取るべき行動について教えてくれるんです。そうしたら早めに対応できたり周りに移さずに済みますよね。ぜひご利用ください。詳しくはこちらで。皆さん、こんにちは。2020年は9月3日です。